ホームズ・ワグルのリングネームで知られるディラン・ポストゥルはアメリカ合衆国のミゼットレスラー。ウィスコンシン州オシコ州出身。一発ネタで終わることの多いミゼットレスラーとしては珍しく個性的なキャラクターと試合におけるコミカルな動きで長期的に高い人気を維持している。2006年5月のスマックダウンに突如フィンレイの合図でアイルランドの妖精として リング下に登場。それ以降、フィンレイと共に行動する。2007年には、ホーンズワグルと、ナノリクルーザー級王座を獲得。WWE では、たくさんのミゼットレスラーが登場したがミゼットとしては1年以上も、出場して、しかもタイトルまで獲得したのは、彼が初めてである。その上、WWE の男子レスラーでは、 スパイク・ダッドリーを抜いて、最も体重が軽く、クルーザー級王座を最年少で獲得した実績も、ある。その後、ジェイミー・ノーブルとの交渉を経て、オーナーであるビンス・マク・マホンの隠し子であったことが、発覚する。11月5日の RAW でデラックスが、人よのみ復活した時、自分もデラックスに入りたいと言い、デラックスの承諾を得て、決め台詞の、 サックイットというかと思われたが、ジョナサン・コーチマンが現れ、結局何も言わずに退場した。その後、ビンスの命令により、サバイバーシリーズでザグレート、カリと戦うこととなった。試合では、フィンレイが乱入し、反則負けとなるが、フィンレイと協力して、カリを倒す。フィンレイと、ホーンズ・ワグル2008年には、ロイヤル・ランブルに、 史上最小レスラーとして出場。その後、ビンスの隠し子ではなく実は、フィンレイの隠し子であったというストーリーが展開され、番組内でもフィンレイとタッグ戦を行うようになる。この頃から、ベビーターンする。6月の追加ドラフトにより、フィンレイと共にイカップリングウィズへ移籍。移籍後も、ベビーとして、フィンレイと共に活動する。 2009年の追加ドラフトにより、RAW への移籍が決定し、イカップリングウィズに残留したフィンレイと別れることとなる。移籍後は、ゴールダストと共に活動していたが、その後、ゴールダストのイカップリングウィズへの移籍に伴い、シングルでの活動となった。その後はチャボゲレローと交争していたが毎回チャボにハンデが付けられたり、マーク・ヘンリーや、 エヴァン・ボーンなどの援護によって全試合勝利し、ついにチャボは自ら敗北を宣言した。これにより一応の決着がつく。その後は復活した d ジェネレーション X とコメディタッチのやり取りを繰り広げていたが12月21日の RAW でデラックスメンバーのショーン・マイケルズとトリプル h に認められ、デラックスの公式マスコットとなる。2010年に入ると、 デラックスと絡むことは少なくなり、ゲストホストとの絡みが多くなる。そして4月の追加ドラフトにより、スマックダウンへ移籍する。移籍後はしばらく、フェードアウトしていたが、GM 専用ルームの植木に擬態しているところを、セオドアロングに発見される形で復帰する。その後は、コミカル路線に走っており、ジャック・スワガーの公認マスコットだった。 ジーイグルとの構想などで観客の笑いを誘った。2011年3月から開始された NXT シーズン5ではタイタス・オニールのプロを務めることとなった。英語が話せないのにオニールとだけは意思の疎通ができるなど、指定関係は良好であったが、第84回放送でスマックダウンでの試合に専念したいという理由で、有効的に指定関係を解消した。 12月のクリスマススペシャルのスマックダンでは、見事バトルロイヤルで勝利し、サンタクロースによって英語が喋れるようになった。2012年後半以降から2013年後半にかけて、グレート、カリと大将、デコボココンビとして、タッグチームを結成。コメディロ戦等で活躍するが、一緒に活動していたナタリアが、シングル戦でプッシュを受けたりなど、 TV 活躍することなくその後は、ベビー選手のセコンドとして、たびたび TV 出演。また、2012年7月、RAW 旋回放送前の放送において、2010年に、PC から指示を伝えていた謎の GM ミスティックマン。2014年4月頃、突如3メガバイトのマスコットとして、風貌とキャラを一新し、ヒールターンする。3メガバイトの一員として、 ロスマタドールズと抗争開始。エルトリートとミゼットレスラー同士の戦いを繰り広げたが、6月1日、特番のペイバックにてマスクと髪をかけた対決に敗れ、中途半端に髪を刈られてしまう。その後、メインイベントやスーパースターズにて、ロスマタドールの仲間として、乳牛の着ぐるみ姿で登場。仲間であったスレーター&、 タイタス・オニールのスレーターゲーターと構想したが、短期間でギミックは立ち消え、その後またスレーターらの仲間として、ワニの着ぐるみを着たミニゲーターを名乗ったり、ザ・ミズやダミアン・ミズドーと同じコートやサングラスを着て、同行するなどして、それぞれ短期間出場している。2016年5月6日 WWE から解雇が発表された。 2017年4月27日、インパクトレスリングに登場。リングアナウンサーを務める、スパッドの持っていた用紙を奪い逃げるが、リング上で捕まりズボンを破かれてしまった。ありがとうございます。